おはようございます。おはようございます、私たちは新しい政党新党国盛り、新しい政党新党国盛りです、なぜ今私たちが立ち上がらなければならなかったのかということを皆様方に、この麻布はですね、一月前からずっと、朝、街頭演説をさせていただいたという場所であります。今日の朝からスタートを麻布ということの中で、麻布の皆様方、また北区の皆様方に本当にお願いをしなければならない。そして今この日本が抱えている問題、北海道が抱えている問題を一切見ないようにしている、それが今の政府であるということを皆様方にお伝えをしてきたわけであります。今北海道の土地がどん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 外国資本に買われている。北海道の土地、それも中国資本が買い進めている。中国とはどういう国なんでしょうか。ウイグルでは民族浄化をしている、これは北海道新聞が書いている。民族浄化をしているウイグルで、アイヌ問題の中でアイヌの方々は先住民ですかって、先住民決議をしてしまったんです。国会でアイヌの方々は北海道の歴史の中に鎌倉後期に登場する。しかし北海道というのは縄文遺跡を見ても分かるように、縄文人のが先住民、縄文人であるということは我々日本人が先住民だったということなんで、しかしそのことを私たちがずっと言っていて、学術的にしっかり検証してくださいと言っても、北海道新聞をはじめとするメディアは私たちがヘイトスピーチだ、アイヌの方々を差別をしているというようなことを言ってくる。私たちは差別をしているわけでも何でもない、真っ当な北海道の歴史を語ってください。学問的に本当にアイヌの方々が北海道の先住民なんですかということを訴えてきた。私たちはこの問題を、北海道新聞に、質問状も送っております。北海道新聞が言う先住民の定義を教えてくれ。そうすると北海道新聞では、国会で決議をしたんだ、だから先住民なんだというわけのわからない話をしている。国会の決議なんかはまだ仮説なんです。確実にそれが正しいかどうかなんか分かれはしない。だからこそ任意制の中で議論をしていかなければならないという話なんです。その任意制の参議院が機能しないからこそ、黙って愛の方々が先住民であるというような話になってくる。このような中で今、開拓の歴史は侵略の歴史ということまで言われ出した。そして100年記念と、私たちの開拓のシンボルでもあり、そして感謝と慰霊、開拓のしてくれた先人たちに感謝と慰霊の塔、100年記念塔が着々と壊されようとしています。このような状況にも私たちは声を上げてきました。100年記念塔は何としてでも守る。なぜ100年記念塔を壊さなければならないんでしょうか。アイヌの方々が侵略の歴史だと、開拓の歴史は侵略の歴史だというレッテルを貼っているからなんでしょうか。ただ北海道知事は老朽化と言っております。まだまだ十分持つんです。この中で私たちはずっと訴え続けてきました。今日、私と一緒に凱旋に立っております本間奈と一緒に4年前からもう北海道の土地が危ないんだということを言い続けてきた。しかし全く政府は規制一つかけない。やっと去年1本の法案が通りました。しかし全く骨抜きの法案なんです。北海道の土地、我々の先人たちが苦労をして切り開いた土地、北海道の土地を、黙って中国に手渡すわけには私たちはいかないということで、何としてでも北海道の土地、ふるさとの土地を守るんだという中で戦ってまいりました。ありがとうございます。皆様おはようございます。本日新党国盛り、こちらの一角をお借りしまして、凱旋活動、そして朝のご挨拶でございます。朝から大変慌ただしい中お騒がせいたしますが、お耳を傾けていただけますと幸いでございます。ただいまご挨拶をしていたのは新党国盛り北海道代表沢田栄一でございます。ぜひ皆さん沢田栄一を覚えていてください。そして私たち新党国盛りはひらがなで国盛りと書いておりますが、国を守る保守の政治団体です。もともと自民党を応援してきましたが、皆さん今の自民党政権おかしいと思うことありませんか。私は自民党を応援してきましたけれども、今の自民党には日本が全くありません。岸田総理はこう言いました。我が国の宝は留学生である。我が国の宝は留学生らしいですよ皆さん。なぜ私たちの国の宝が留学生になるんでしょうか。
私たちの国の宝は日本の子供であり、日本の若者であり、日本人そのものです。私たちは自民党ではもうダメなんだという確信を深めています。一つは尖閣諸島、あるいは北方領土、そして北朝鮮のミサイル、ぜひ皆さん考えていただきたいんです。北朝鮮が連日ミサイルを撃ち込んできます。尖閣諸島には毎日毎日中国船が入っています。こういった状況というのは本当は異常なんですよ。ミサイル撃ち込まれる国がまともだと思いますか？どう見てもまともではありません。そしてその中で憲法9条といって、全く日本を考えない野党も無責任で問題がありますが、私たちが心配しているのは政権、政府の方なんです。なぜなら皆さん思い出してください。今遺憾である、遺憾である、遺憾であると言って何にもやっていないじゃありませんか。私たちはこの遺憾であると言って何にもやらない自民党、これははっきり言って憲法9条、憲法9条と言っている人間とほとんど変わらないんじゃありませんか。皆さんコロナ一つ見たってそうじゃありませんか。今皆さんはマスクをしておりますけれども、皆さん映像を見てください。世界ではコロナ終わってるんですよ。コロナ終わっている、だけれども日本だけがコロナを続けている、これは映像を見ればわかるじゃありませんか。私はその時に野党が本来は追及すればいいと思うんです。もしもし岸田さん、なんかどうも世界ではコロナ終わってるみたいなんですが、なんで日本だけがコロナ続けてるんでしょう。毎日ニュースで何人感染者が出たと言って数えてるけれども、これに何の意味があるんでしょう。新党国盛は既存政党が言わない、こんな普通の当たり前のことを私たちはもっともっと考えていいんじゃないか。こんなことすら言わなきゃいけない政治というのは本当はもう政治ですらありません。世界はコロナが終わってるんです。中国、あの上海でロックダウンしている中国ですらコロナ終わってるんですよ。なんで日本人だけコロナ続けているんですか。中国の問題もそうです。中国の問題は先ほど澤田栄一言いました、とても危険な国です。多くの日本人はそれに気づいています。8割9割の日本人は問題があると答えています。政治がそれを反映しておりません。新党国盛は自民党をぶっ飛ばす新しい保守の風であります。自民党を勝たせすぎたら今後はまた消費税の値上がりが見込まれています。私たち新党国盛は経済を活性化しなければならない。消費税はゼロでいい、消費税はゼロでいいということを保守の立場で訴えています。ぜひ新党国盛、澤田栄一を覚えておいてください。皆さんぜひこの3年間占う選挙であります。ぜひぜひ諦めず、そして見て見ぬふりをせずに、ぜひぜひ新党国盛を応援していただければ幸いでございます。新党国盛代表本間奈々でございました。ご清聴誠にありがとうございました。北海道の大自然が大好きです。北海道の豊かな景色、そしてカレンダー通りというよりはもう寒い時は本当に寒い、厳しい、雪がすごい、全てが大好きです。北海道のみんなの大好きを守ります。おはようございます。おはようございます。私たちは新党国盛、新しい政党新党国盛と申します。私たちは4年前からこの北海道の問題、土地が危ない、それから歴史が壊されている、いろいろな問題を北海道札幌の中で訴えてまいりました。自由民主党には北海道の土地がどん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 中国資本に買われている、これを止めてもらわなければ困るということをずっと伝えてきた。しかし自由民主党は全く何もやる気がないということであります。それであれば私たちは自分たちの足で立ち上がり、そしてこの国を守らざるを得ない、この地域を守らざるを得ないということでこの戦いに臨んだわけであります。なぜ中国にこのように売り払わなければならないか、その一つの原因が北海道のインフラ、交通インフラは壊れ地方には住めない、この状況の中で政府が無策のために北海道を切り売りされている、これが現状なんです。中国は着々と買っている。先ほども言いましたが、我々の財産とも言うべき水源地、農地、観光地、このような土地、それから
自衛隊の基地の周辺の土地、大切な重要な土地がどんどん買われている。このままでいくと本当に北海道の土地どれだけ買われているかさえも、今の自由民主党では把握をしていないという現状なんです。この状況の中、私たちは4年前からもう規制をかけてくださいと、外国資本にそうやって売り渡すのはやめてください、日本の財産でもあり、そして食料供給基地、食料自給率 200% を超える、この北海道を守らなければならないという中で私たちは声を上げてきたわけです。本間と一緒に4年間訴えてきました。しかし全く自由民主党は何もしないんです。もう政治がないと言うしかない。この状況の中で私たちは何としてでも北海道ふるさとを守るということの中で戦ってまいりました。今本間奈々から、名称変わりますけれども、私とが北海道選挙区、北海道選挙区新党国盛沢田栄一、私が選挙区から立候補しております。そして本間奈々が今全国比例という形の中で立候補しております。何卒この2人を国政に送り出していただきたい、そしてしっかりとこの北海道を守る体制を作らせていただきたいということで我々立ち上がったわけであります。私たちは新党国盛、ありがとうございます。ありがとうございます。新党国盛です。何としてでもこの戦い勝ち抜いて北海道を守り、日本を守る、これが我々の大きいテーマであります。何としてでも頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。ただいまご紹介をいただきました新党国盛代表の本間奈々でございます。本日この場をお借りいたしまして、北海道選挙区沢田栄一とここで凱旋活動をさせていただいております。私たちの政党は新党国盛、国を守る保守の政治団体です。もともとは自民党を応援してきましたけれども、今の自民党には日本がない、そして保守とは到底思えないということで、私たちはみみっちい希望にすがるのはやめて、新党国盛総合クッキー、一人一人の国民が、それこそ私たちはお金もない、そして宗教団体や組織から支えられているわけでもない、でも一人一人このままでは危ない、このままでは政権与党に寄っていてはこの日本は守られないということで、新党国盛を立ち上げました。私たちは行動する保守です。私たちはこの尖閣諸島を全く守る気のない日本政府、これに対して実は新党国盛は32回尖閣諸島に出漁をしています。なぜ民間の私たちがこんなことをしなければならないのか、それは政府は守る気が全くありません。だけれども日本人の一人一人の大人は尖閣諸島をちゃんと気にかけてるんだと、そして出漁することによってお魚を取ってくる。実はこの北海道でも尖閣諸島のお魚を持ってきました、食べてもらいました。食べてもらった人はみんなこんなに美味しいお魚がたくさん取れるんだ、こうやって一人一人が興味と関心を持つこと、これが民間でできる安全保障、まさに民間防衛であります。そして私たちは政府が遺憾である遺憾であると言ってもこれを許しません。なので新党国盛は尖閣諸島を全く守る気のないこの日本政府、本間奈々、そして沢田栄一含めて、実は日本政府を訴訟を起こしています。皆さん、やれることは何でもやりましょう。諦めるのはやめましょう。なぜならば今選挙権を持っていない子どもたち、この責任を私たちは持ってるんです。そして10年前を思い出していただければ、実は北朝鮮がミサイルを撃ち込むなんてことはなかったじゃありませんか。私たちは北朝鮮にミサイルを撃ち込ませないようにさせなければなりません。そして今北方領土でロシアが軍事訓練するような状態になっています。これもやめさせる方策を考えなければなりません。武器も大砲ももちろんありませんが、やれることを力を尽くして考えましょうよ。私たち新党国盛は先頭に立ってやっていきます。まず尖閣諸島については、今さっき言った通り、私たち自身が32回尖閣諸島に行っています。そして政府が守らないので訴訟を起こしています。そして北方領土のこの軍事訓練をやめさせるため、そして北朝鮮のミサイルを撃ち込ませないため、私たちがやれること、まず憲法改正はもちろんでありますが、私たちが訴えているのは核武装、核武装の議論を
絶対に避けてはならないということを訴えています。ウクライナは2000発核兵器持ってたんですよ。ウクライナは核兵器持ってたんです。だけれども核兵器を全部撤去した途端に戦場になってるんです。ロシアが攻め込んできたんです。これを見てわかるのは、どんなに戦争したくなくても、そして平和を心から望んでいても、軍事力のない国、弱い国、具体的には核抑止力のない国です。そういった国は一方的に攻め込まれて戦場になるんです。皆さん、ウクライナのように子どもたちさせたくないじゃありませんか。きれい事言うのやめましょうよ。憲法9条、憲法9条と言ってる人たち、私たちは彼らが北朝鮮に向かって憲法9条を持って挑んでいった姿を見たことありません。彼らは無責任であります。私たちは嫌われても構いません。きれい事はもうやめます。なぜならば日本の状態はそんなに余裕のない状態だからであります。新党国盛は嫌なことを言うかもしれません。憲法改正やっていきましょう。そして核武装の議論やりましょう。私たちが言ってるのは積極的な財政出動、そして消費税はゼロでいい、消費税はゼロでいいんです。みんな財源はどうするんだと言いますので、私たちが訴えてるのは、政府の赤字はみんなの黒字、政府の赤字はみんなの黒字。私たちはこれまで政府が国債発行、いわゆる赤字を作ることはとても悪いことなんだと言われましたけれども、そうじゃないことを実は2年前に経験しています。皆さんは1人10万円をもらいました。1人10万円ですよ。たった10万円だけれども、2年間でたった10万円ですよ。けれどもこれは政府が国債発行をして、12兆円の国債発行をして皆さんにお配りしたんです。で、国債は暴落もしておりません。政府の赤字は実はみんなの黒字だったんだということが証明されました。政府は極力お金使いたくないんです。でもその理由を私たちはもうおめおめと聞くのやめましょうよ。政府は使いたくないだけなんです。そして物価上昇にあっても、これは日本人は耐えられるんだと、岸田さんそんなこと言っていますが、そんなこと耐えられるわけないじゃありませんか。所得が増えていません。そして岸田さんは今は黙っていますが、消費税を 16%、19% にしようと考えています。皆さん、自民党を圧倒的に勝たせることはとても大変なことになるということをぜひ見ていただきたい。もちろんろくな野党はいません。だけれども、私たち新党国盛は自民党をぶっ飛ばす新しい保守の風でございます。新党国盛本間奈々、私は全国比例区で戦ってまいります。そして新党国盛沢田栄一、沢田栄一は町の歯医者さんです。私は20年間付き合ってきましたが、勉強会で一緒に勉強してきましたが、本当に裏切らない男です。沢田栄一をぜひ皆さん押し上げてください。沢田栄一にぜひ皆さんのお力ください。そして新党国盛、新党国盛を応援してください。ご清聴誠にありがとうございました。私たちは何としてでも国を守る、尖閣を守る、北海道を守る、この中で立ち上がったわけであります。そして北海道の前は、歴史をも壊されている。今愛の方々が先住民であるという先住民決議を国会でしてしまった。そのことによって北海道の先住民はアイヌの方々だということになっている。しかし本当にアイヌの方々は先住民なんでしょうか。鎌倉後期に北海道の歴史に登場するアイヌの方々は先住民ではないんです。先住民は結局は縄文遺跡を見ても分かるように、縄文人、日本人が先住民であるということであります。この中で私たちはこの歴史を壊すことはいけない、改ざんしてもいけないという、子どもたちにまっとうな歴史を手渡さなければならないという中で、この問題も、戦ってまいりました。このような中、我々は本当に大変な状況の中で戦っていくわけであります。その中で私たちは今歴史を改ざんされ、そして100年記念塔を壊されようとしている。100年記念塔を壊される、この中で北海道の歴史、開拓の歴史がどん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 侵略の歴史とまで言われ始めている。今我々の仲間が北は北海道から
南は沖縄まで立ち上がろうとしています。今立ち上がってこの選挙戦を戦っています。この中で何としての私たちを国政に出していただきたい。そして真っ当な議論をしよう。参議院は良識の府、真っ当な議論をしなければならないんです。その参議院が、衆議院のカーボンコピーと言われるこの現状の中で、自由民主党はスポーツ選手、それから芸能人、このような知名度のある人、その人たちを立てながら、また、楽天候補の楽天議員の再就職先、このような状況の中で、参議院がもう形骸化してしまった、議員制が全く機能していない、このような状況の中、私たちは何としてでも参議院をもう一度復活させ、そして衆議院の間違った政策はもう一度差し戻すようなことをしていかなければ二人制の意味がないという中で参議院選挙に立ち上がったわけであります。私たちは新党国盛り、新しい政党新党国盛りです。まだまだ、この国がラストチャンス、最後の戦いに向かっていかなければならない時期に入ったということを皆様方にお伝えをし、何としてでもこの北海道から新しい星の風を作り上げていきたい、かように思っております。新党国盛、新しい政党新党国盛、私は選挙区、北海道選挙区に立候補しております澤田英一と申します。また私たちの同志である本間奈々、本間奈々が全国比例で立ち上がっております。このような形の中で皆様方にご支援ご支持、今後ともよろしくお願いを申し上げます。この素晴らしい